リゼルグ酸アミドはアルカロイドの一種で抗精神作用を持つ幻覚剤の一つである。エルジンとも呼ばれる。リゼルグ酸アミドはリゼルグ酸ジエチルアミドと科学的に近い構造を持つ。抗精神薬としての効力は LSD の5から10%である。ルサは LSD を合成したことで有名な科学者のアルバート・ホフマンが1930年代に行った LSD を合成する研究の際に合成していた物質である。ルサは南メキシコの原住民が儀式に使用するリベア・コリボサという学名のヒルガオの種子に含まれ、この種子はアステカの言葉ではオロリウキと呼ばれる。ルサは1959年に アルバート・ホフマンによって、オロリウキから分離された。ホフマンによれば、専門的な科学者でなくとも容易に合成できるもので、ある。他のヒルガオでは、俗に、ハワイアンベイビーウッドローズと呼ばれる銀用アサ顔にも、含まれている。空色アサ顔にも含まれ、ヘブンリーブルー、パーリーゲート、フライングソーサーといった品種に含まれている。 種子を粉末にして飲料に混ぜて飲むことで LSD と同様の体験が起こるが副作用として吐き気や下痢を伴う LSD を 100mg 相当に換算する場合オロリウキの種子では10個ハワイアンウッドローズの種子では4から8個とされるまたルサは地中海のエレウシス周辺の池に生息するバッカク菌にも含まれ1960年にホフマンが オーストラリアのシドニーで開催された国際純正応用科学連合でこの発見について発表した際には原始的な菌種と植物というかけ離れたトガに含まれることからはじめはその発表が信用されなかったという経緯がある菌類と植物というかけ離れた種の謎は後に解き明かされることになる1992年12月号の ディスカバーシにて、アメリカ大陸に原生する雑草のエクネセラム、リバスタムからもリゼルグサンアミドは発見されたことが、記され、この植物に共生する菌が、リゼルグサンアミドを産生し、共に進化してきたために、種子の状態から、菌は共生している。また2000年代には、一歩もやアサリフォリアの葉の分泌腺に生息するラザフ13、と命名された菌類が、 トリプトファンをプレニール化させる触媒となるジメチルアリルトリプトファン合成酵素のための遺伝子に似たものを持っており、バッカクアルカロイドを合成しており、また、この菌は種子に潜んで伝播されていることが判明した。続いて、タービナコリボサから菌のトゥコーフオイ1が見つかり、これらはバッカク菌とは異なる系統であることが判明したため、新たにペリグランド属という分類が設けられ、 ピー・イッポ・モエアへ、ピーター・バイニーと命名された。ありがとうございます。